滅べ、滅びよ、人よ。私は守る、フォドラを守る。まずいよ。核でエレスを吸収されたらまた復活しちゃうって。ラムダ頼む。ここはフォドラの意識だ。兄さん。我はラムダだ。アスベルは？案ずるな、プロトス・ヘイズ。この者の命は失われてはいない。さすがに我もフォドラの全てを抱え込むことはできなかった。しかし憎しみの心だけは受け止めることができたようだ。これで核は元通り、落ち着きを取り戻してゆくだろう。こうなったのもわずかに残った命を守ろうとしたフォドラの意志なのかもしれないな。今から我は言葉を交わしてみようと思う。言葉？我の中に閉じ込めたフォドラの憎しみの心に語りかける。フォドラの憎しみを理解し信じる心に変えるため、100年200年とかかるやもしれん。時間だけはある。そんなに長く、そんなに長い時間を、たった一人で。我は一人にはなるまい。永久を生きる少女がいる限り。私？我の行く末は、お前が見守っていてくれ。プロトス・ヘイズ、我はフォドラと共に夢を見よう。その夢の中でフォドラと語り合い、分かり合おうと、この者が我にそうしたよう。そして再び目覚めた時、フォドラと共に見ていこうと思う、この世界。さあ、このものをお前たちに返そう。アスベル、体は平気？ああ、
大丈夫だ。どうして震えてるの？これからは私一人で戦わなくちゃいけない。この星を滅ぼす人と。もう戦わなくていいんだよ。ここにいるみんなはあなたの思いを分かってくれる。そしてその思いはつながっていくんだよ。みんなの子供たちからその子供たちへ、そのたくさんの子供たちと一緒に見守っていこうよ。一緒に。私には時間がないみたい。あなたと一緒に私のかけらを連れて行って、私の思いを、この星への思いをたくさんの命伝えて。リトルソフィ、お前涙が。リトルクイーンが涙をくれたんだ。いつかフォドラに緑が戻ったら一緒に来ようね。またここに。みんな帰ろう、エフィネアに。パスカル、ここでいいのか？うん、ちょっと街の様子をいろいろと見て回りたいから。マルキネス・クリアスを使ったシステムの着工状態を確かめるのだろ？うん、そうだよ。やりっぱなしってのはさすがにまずいからね。普段は忘れちゃうけど、パスカルってすごい人なのよね。うん、忘れちゃ困るな。ちゃんと覚えといてよ。そういうあなたは忘れてることないでしょうね。あ、あれ、お姉ちゃんお出迎え？あれじゃないわよ。遠目にも分かるほど汚れまくって。一体何日お風呂に入らなかったのよ。忘れちゃった。ああ、もういや。とてもじゃないけど面倒見きれないわ。誰かこの野良猫をもらってくれない？あいにくだが俺は猫とは暮らさない主義でね。キュー。野良猫を洗うようにゴシゴシやってちょうだい。お手柔らかに頼みますにゃ。
風呂くらい自分一人で入ってください。弟くんはお姉ちゃんよりおっかないな。僕は弟くんじゃなくてヒューバートです。いい加減に覚えてください。わかった。じゃ、長いからヒューくんでいい？ヒューくんって…じゃ、私そろそろ行くね。じゃあまたね、ヒューくん。え？俺もここで別れよう。ありがとうございました、教官。ありがとう、パスカル。またね、二人とも。また会いましょう。本気よく行け。諦めるなよ。じゃあな。たまにはラントにも顔を出せよ。母さんも喜ぶしな。そうですね、兄さんの結婚式には戻ると思いますよ。なその様子だとまだ肝心なことは言っていないようですね。お前に言われたくない。僕はちゃんと言いましたよ。全然通じなかっただけです。じゃあ同じだろ。やっぱり二人は兄弟だね。変なところが似ているよ。変なところ？ソフィーにもいつか分かるようになるよ。シェリアさん。シェリアさんのおかげで我々はとても助かっているよ。だけど自分自身の幸せも見失わないでほしいんだ。みんなを幸福にする天使が自分は幸せを手放すなんてとても悲しいことだ。それにあなたの幸せはソフィーやアスベルの幸せでもあるんだから。リチャード陛下、僕は兄さんを差し置いてどうこうするのは気が進まないだけです。おいおい、ものすごい負け惜しみだな。そっちこそ悔しかったらはっきりさせるんですね。それじゃあ僕はこれで。また会いましょう、皆さん。じゃあね、ヒューバート。陛下、よくぞご無事で。心配をかけてしまったね、すまない。今回のみんなとの旅で改めて平和の尊さを知ることができた。
ウィンドルに、このエフィネアに、そしていずれはホドラに、平和を、命あふれる未来を築いていきたい。そのために僕が知るべきことはまだたくさんある気がするんだ。平和が戻ったらまた世界を回ってみたい。その時は一緒に来てくれるかい、アスベル、ソフィ。行く。ああ、もちろんだ。その時が来たらもう一度みんなでラントの裏山に集まろう。ああ。じゃあ僕はここで。ありがとうみんな。さて、私は救護団に戻るわ。ああ、そうか。仕事頑張れよ。じゃあ、アスベル、約束守らないと。シェリア。前にも言ったけど、ちゃんと言えなかったから改めて言う。俺とソフィーと一緒に暮らしてくれないか。シェリアにはやるべきことがあるのは分かってる。だからすぐにとは言わない。あの時とは逆に、俺がラントでシェリアを待つよ。ソフィーと二人でお前が帰ってくるのを待ってる。アスベル、シェリア、あのね、私夢を見たの。アスベルとシェリアによく似た子と遊んでる夢。その子はね、アスベルとシェリアの子供の子供のそのまたずっと先の子供なの。ソフィーはその夢が本当になったら嬉しい。本当になるの？なるかもね。本当になったら私とっても嬉しい。そっか。ソフィー、アスベル、今度帰ってきたら二人の好きなもの毎日作ってあげる。そしたら残さずちゃんと食べるのよ。いいわね。うん。
見守っていくよ、この世界を。ずっと。一人の男の子が迷子の種を拾いました。男の子は自分の庭に植えて毎日世話をしました。すると迷子の種は小さい可愛い花を咲かせたの。その後種はどうなったと思う？今度はお星様になってみんなを見守ってるの。自分も見守ってもらった分のお返しなんだって。どのお星様かって？それはね、みんなが一番よく知ってる一番大好きなお星様だよ。